理想の実現のためには痛みが必要なんだよ。理想の実現のためには傷ついたのは小島局長ではないんですか。どうですか、みんなで。ああ、ごめんなさい。あ、そうですか。わかりました。じゃあまた今度ってことで。失礼します。